総務省が29日発表した7月の完全失業率季節調整値は、前月から 0.2 ポイント上昇して 2.7% となり、4ヶ月ぶりに悪化した。厚生労働省が公表した有効求人倍率同は、前月を 0.01 ポイント下回る 1.29 倍だった。3ヶ月連続で低下した。求人数が横ばいだったのに対し、物価高の影響で、勤務先が倒産したり、生活が苦しくなったりして仕事を探す人が増えたことが要因としている。7月の有効求職者数は 0.9% 増えた。求職の理由について職を失った人のほか、人手不足による長時間労働を嫌った離職や、より待遇の良い仕事を求める動きが見られるとした。働いたら負けってことに気づいた人が増えてるってことですね。たくお前らと来たらこんなことにしか貢献できんのか。1000人中27人が無職なら無視していいレベル。日本の失業率は低すぎる。5% までは普通。てかその手の数字は国によって差異があるから単純比較できないでしょ。失業しやすくても就業もしやすいならいいんだけどな。日本は正社員の権利が強すぎるから。利上げどうすんのこれ。生産人口減ってるのになぜ倒産しまくりなのかな。インボイスで廃業、倒産でまだまだ増える。最低賃金を上げたのがいけない。ほら、最低賃金を上げた弊害が早速出てきた。企業は輸入原材料の値上げで苦しんでるんだから今はむしろ最低賃金を下げるべき。その労働者も消費者だし、最大の弊害は出生率が下がるかと。いやいやほとんどが値上げで吸収してるって、今のところはな。上がるの10月からだろ。給与が増加傾向だから求職者が増えただけだろ。人余りっすな。物価が上がれば好景気になるって偉い人が言ってたよ。実際今は好景気だろ。賃上げはそれに水を差す行為。求職者が増えれば失業率も上がる。失業率と無職率は違う。サラリーマンの解雇規制を緩和して、雇用の誘導性を高めれば失業率は改善する。俺バス運転手だけど、毎日14時間くらいだよ。最高 16H。でも拘束時間で金が出なくて、駅の折り返しは無給。年功25年で総額400万。息子の給料より安い。非正規より100万高いからマシ。子供作れるくらい稼いでるからマシ。人命預かる仕事としては安すぎるな。こんな使い方してて、過労で事故起こしたら、賠償で会社潰れかねないのに。この国の失業率なんて非正規動向でいくらでも変動する。まあ、仕事はあるから再就職はあまり問題じゃないけど、そのままドロップアウトする人が多いだろうな。ガソ代が高くて厳しい。個人でも厳しいが、会社だと余計きついだろうな。50代で普通に仕事してるが、今の仕事クビになったら再就職先見つからない自信あるわ。転職って20代30代前半の特権だよ。どこの会社もおっさんはいらない。特殊技能持ってるんだったら別だが、積み上げてきたものがあるだろう。それで戦えるよ諦めちゃいかん。わかるわ。でも、交通誘導警備とか清掃とかで、仕事にはつけるだろうがかなり厳しいだろうね。体力的に。1ヶ月前の日本人全然倒産すればいいんだよ。現在の日本人いやー失業率がー、この程度の知能だからなくさ。玉がねえのに失業者増えるってやばない？ほら見ろ最低賃金をまた無理してあげるからだ。今回上げた最低賃金が適用されるのは10月からなんですけどくさ。明らかに最賃アップに耐えられないところは今のうちから採用を絞るなり廃業するなりするだろ。正社員付き手取り19万ボーナス半年9万パワハラひどい職場から、派遣付き手取り27万に転職しました。工場？夜勤もある？事務職よりな IT とかた。夜勤はない。ちなみに前職は保育職。低賃金で働くよりそのまま生活保護受けた方がマシになりつつあるって人も多いんだろうな。明らかにスタグフレーション入ってるだろこの国。景気がいいはずなのにおかしいな。景気が良すぎて働く必要なくなってる。労働力不足なのに失業率悪化か。物価高だな。働かないと逃げ切れない。ネタじゃなく今派遣が結構いいみたいのはあるみたいだな。とにかく単純に時給が高騰してる。派遣って退職金は入らないから前払いみたいなもんだしそれでも安いんじゃないか。景気回復時には転職が増えて失業者は一時的に悪化するよね。 2.7 って本当かよ。俺の周り誰も働いてないぞ。類は友を呼ぶというから。求職活動をしてない人は失業者ではない。ハロワに行ってるか。ニートは失業率に入らんだろ。失業率が低くても給料が上がらん国日本。人手不足なのにどうしてより良い条件で転職なら実質賃金にも反映されそうだが。待遇の良い仕事探してる人は含まれるがもう諦めて生と一直線の人は含まれないよ。やべえ奴はみんな生活保護受ければいいじゃん。って言ったのは菅だったか。仕事ください。40人に1人は失業してるんか。給料上がらないが働けてるだけ感謝するか。雇用は経済政策の根源。コロナのゼロゼロ融資の返済が始まって倒産が増えてることすら知らない奴ばかりなのかここは。延命が終了したんだよ。みんな株やら FX やら仮想通貨やらで儲けて働く気がなくなったのもあるかもね。4000万貯めれば配当で年200万くらい入ってくるからな。ガキいなければ大阪とか安いところ住めば配当だけで生活できる。あれは貧乏人は儲かんねえよ。金持ちに吸い取られるだけ。ベーシックインカムって、この国では無理なのかな。どこの国でも難しいよくさ。始めるには金、恒久財源ってのが必要。
現行の福祉予算を付け替えただけじゃ足りないから、どっかから捻出しなきゃならない。基本的に国の生産性の高さが必要。ただやれるなら、少子化も止まるし、直接的に生産性も上がるはず。どんなに生活が苦しくても、仕事があって給料が支払われれば、働けばなんとかなる。この人で不足化で雇用悪化は相当な無能だよ。悪化なのかどうかだな。3% 程度の失業率は資本主義では完全雇用だろくさ。むしろ職業選択のために、常に 3% 程度の失業者は必要なはずだ。それはそう。完全雇用の割に総雇用者所得が上がらなすぎるという、日本固有の問題があるんよな。可処分所得少ない上に労働者余ってるからだよ。どこも人手不足だが。賃金不足あるいは人材不足なだけ。人手不足ではまだないよ。まだ始まってすらいない。インボイスに向けて2年前に廃業したけどみんなよくやるわ。まさにジリ貧だろ自営業は。そもそも好景気による人手不足と少子化による労働人口減が同じなわけがない。後者は売上のパイそのものが縮小するんだからいずれ雇用も悪化していくわ。そりゃ給料無理やり上げようとすれば経営者の取る手段はただ一つ。結局商売ってのは安く仕入れて高く売る以外ないんだから。下が潰れたら業も潰れる。倒産が増えてんのか。円安による原材料高での首切りやインボイス導入で踏ん切りつけての廃業。2.7% なら働く気のあるやつなら余裕で仕事見つかるよ。最低賃金のバイト募集はいっぱいあるのにな。2.7 俺はその一人だ。人手不足なら時給上げなよ。もんじゃ焼き屋が1000円から1400円に上げたら応募が20倍になった上に有能な人を選べるから売り上げ伸びたってニュース見たぞ。成功例を見習うようにしなよ。奴隷が欲しいだけの貸し経営者なら潰れた方がいい。労働者の給料上げたら当然企業は儲からなくなる。それでも良い容器はってそんな会社ないだろ日本には。労働者の給与上がらず物価上昇だけ続いたら消費されなくなって景気悪くなりスタグフレーションになるかと。内需国家ならなおさら、日本はゾンビ、ブラック企業が多すぎなんだろうね。だからデフレが続いた。ただ世界はそうじゃないから日本が厳しい状況に追い込まれてる。今度ばかりは身近に倒産してるのわかるし補助金つったって意地悪なもんしかないしな。建設、物販、飲食、介護、流通、いくらでも仕事あるぞ。低くね、もう労働者いないのか。人間そんないろいろな場所に適応できないからな。会社が倒産すればそのまま脱落する人も多いよ。失業率がたった 2.7% なのに、毎年、結婚と子供が減り続けてる不思議な国を。雇用優先するためにいろいろな弊害が発生してるからかと。経済成長とか、失業から再出発する人やら第二の人生を違った方向で生きることにした人なんかを、ドラマの主人公にするとか幸せに抱くイメージを多様化させた方がいいと思っている。人手不足だって言われてるのに増えてんのが問題なんだよね。今はまだ 3% でもこれからじわじわ増えていくぞ。今のところ岸田は失業者が増えるような政策しかしてないし。人が不要なのだから少子化は正しい行いなのでは。派遣の時給が高いな本当に。まあ普通は正社員より高いのが当たり前だったわけだが、しかも採用の基準低いから入りやすいし、直雇用だと低賃金のスーパーマン募集時かないからなオワコンだよ。これが適正だとか言ってたら気づいた頃には取り返しがつかないことになってる。失業率なんてどうでもいいって散々見たんだけどな。コロナで在宅勤務に慣れきって失勤ノルマに、耐えられず鬱になるのが出てるらしいな。そういうのじゃねえの？給食転職希望者増加さ。観光業とかコンビニとかのみんなのやりたくない接客だけ人手不足ってことらしい。介護や清掃も人来ない。建設と配送も、どこも割に合わないしな。コスパ悪すぎる。命の危険があるからな普通の賃金の倍くらいでないと応募すら誰もしないよ。勘違いしてるやつ多いけど、ブラック企業ってのは給与が高いところだぞ。不当に給与安いならやめればよいだけなんだから成り立たない。給与良かったらブラック企業とは言われないかと。詐欺犯など違法行為をしてる会社がブラック企業かと。詐欺犯あっても給与高けりゃいいじゃん。嫌ならやめればよいんだし。詐欺犯ありでも法に触れず時給換算で3000円とかならブラック企業ではないかな。ただ募集の仕方によるが。やっぱ給料上げた分調整してんだよな企業は。パートやアルバイトも時間減らされたまたは減らしてるっていう人多いしまあそうなるよな。そりゃそうだろ。公務員すら事務は非正規のバイトだぞ。正規公務員なんて定数決まって減らしてるんだから新規を入れず臨時職員のバイト入れるだけ。民間なら言わずもがなう。人手不足だから機械化を進めた結果、飲食店でも配膳猫ロボットがいるのが普通になってきてる。会計も自動化させたりいかに少ない人数で回すか。人手不足っていうか低賃金で働く奴隷がいないから、結局安いから人間を使うわけで高くなったら代替させるようになる。特に単純で同じことの繰り返すだけなら機械が最も得意とすることだし、ここ最近の技術はコストカットに向かうからどんどん人はいらなくなる。人不足なんていうのはまやかしだよ。完全に AI と機械化だけでいけるにはまだ時間足りないし、技術的に可能になっても人間の方が安いものは機械化されない。失業率は労働力調査の週に1時間でも働いていたら無職にカウントされないからこんなもんを見ても実態に即してない。世の中には非常勤顧問という職業も存在しますので、それ無視して良い程度の少数。この国で自慢できるの失業率の低さだけ。
生活保護11万人増えたんやろ、物価高やばいな、低賃金で働くメリットなし。失業率が他の先進国より低いのは派遣なんかの非正規で賄っているから、正規雇用だけで統計取ると普通にイタリア並みになる。アメリカも派遣だらけだがな。1000円で働いたらバカだしな。一月で 0.2 ポイント増加はかなりヤバい。マジで潰れていい。よって失業率は高い方がいい。都心の空き店舗増えてるからね。延命してきた零細企業が支援金付きで廃業してる。ブラブラしてるやつが増えた気はする。介護も自動化できれば良いんだがな。ロボスーツみたいなのもあるけどコストかかるし面倒だからと導入進まない。それで腰痛起こして介護される側に回るとか笑い話だね。デフレ終わったから低賃金ビジネスモデルのとこは潰れるの当然。インフレや増税で可処分所得減るからさらに潰れる。人手不足だという割に労働者の奪い合いが発生してないからね。のっぴきならない人手不足の業種は何十年も前から人手不足のブルーカラーくらいなもんだ。地方郊外がシャッター街になりつつある。都会は再開発でなんかすごそう。床面積増えすぎてオフィスや店舗の空きが埋まらない。あら、都会もダメなの？なんかニュースでは景気良さそうな新しいスポットやビルの話あったけど。人手不足、安い安い奴隷が欲しい。国民の金融資産2000兆円もあるんだから持ってる人は働かなくてもいいよ。資本主義の行き着く先は数人が国の資産の半分以上を持つ状況だが、アメリカは実際そうそういう人も数人だな。駅ビルに、行政サービスの出張ところや、ドラッグストア、百均、コンビニが、目立ってくると、その街は衰退の一途。いよいよ都心もそうなるのか、胸熱くさ。派遣の人とか登録してたら仕事がなくても失業者からは外れるんだろうな。登録してるだけなら失業者だよ。失業給付ももらえる。本当に人手不足なら給料は上がる。お前ら働け。働いて納税しろ。無理やりお賃金上げると払う方も辛いって言ってたからそういうもんなのか。医療や介護だって第三次産業。教育だって第三次産業。円安の中でやってけるとは思えないね。自分なら廃業する。じゃあこのスレで言っても 97% は働いててニートなんて全然いないのか？少ねえだろそりくさ。なるほど。ならば失業者対策で予算追加するために増税だ。失業率とかどうでも良いよね。だって働いたら負けじゃん。中国も失業者増えてるし、オーストラリアも失業率増が続いてる。世界的に不況が始まった。来年一気に沖縄くらいまで日本経済落ちると思う。消費の減り方が異常すぎる。スピードが速い今回は助からないわ。マイナス金利を続けている限り日本に不況は来ない。利上げは無理だってよ。ガソリン160円のドル円112円まで利上げで持っていくには、金利 5% まで上げなきゃ無理だって、ちょっと現実的ではないね。やればいいやん。無借金の上には何のメリットもない。日本政府は借金してるからかなり増税しないと利払いができなくなるぞ。利上げすると国債の価値が下がっちゃうね。それは長期金利で日銀が上下させる方じゃないな。日銀が利上げしたら新発の国債の価値は上がる。ただ 5% なんて利払いは日本政府には無理。というか我が家の近所はスーパー銭湯が2軒潰れて、飲食店もお店くらい潰れてるぞ。コロナが直接の原因だけど、岸田不況や円安によるエネルギー高騰も要因だと思ってる。これらが原因で失業率は上がってる。企業にとって円安はメリット、個人にとってはデメリット。ここまで来るとデメリットなような。結構潰れてるんだけど。賃上げもできないような会社はどんどん潰れるべき。そういう会社が潰れると賃上げできるような会社だけ残って、あとは新陳代謝が生まれるという人もいます。本当にそれで幸せになれるのかってね。優秀な人はより条件が良くなるけど、能力が低い人は働き口がなくなるだろうね。うちも理系卒の40までの経験者以外いらないしな。働きたくない人を失業者に含めない方が良いよね。企業にとって円安はメリットというけど、それは業種によるとしか言えないし、要するに円安が進むということはバブル前に戻るってことだからな。うちは製造業だけど、円安になったら材料が高くなるから困る。現場で使う切削油もたちまち上がる。そりゃ外需がないと辛いのは当然でしょ。円安なんだから外需50の企業はウハウハだよ。高くなった材料代が値段に反映できればいいんだけどね。 B2B では結構値上げしてるように見えるけどね。うちも人件費の原価は数年前に比べて3割くらい上げて計算してる。世界的にも言えると思うけど、インフレっていうのは生活レベルの低下だから、生活レベルの低下が想像しづらかったら、発展途上国の生活を見れば大体インフレ世界の行く末はわかる。インフレ自体は経済の拡大なので悪いことばかりではない。問題はインフレのスピード。インフレ下では給料も物価上昇に追いつかないが、金利も追いつかない。今日より明日は物が高くなるなら、借金しても今日買うのが正解になる。昔少子化と不景気で日本はフィリピンのようになるって言われてたけど、そんなわけねえと思ってたけど、気候も治安も似たようなもんになってきたな。日本は非正規雇用の割合が多いだけでなく、正規雇用と非正規雇用の格差も激しい国。あと唐揚げチェーン店もバンバン廃業してるんだってさ。食用油の値上げに対応できないって。鶏肉や卵も値段が急騰してるし。ただでさえ日本の飲食やら小売卸は多いって言われてんだから、生き残れるはずないわな。あとは追い打ちをかけてレジ打ちの仕事が減ってることも失業率を押し上げてる。円安物価高になれば当然人々は徹底的に買い控え、物が売れないから企業も求人を減らす。失業率が悪化するのは当たり前だ。
どこかで健全にしないとどんどん離される。いつまでも先送りできないしな。肉体労働や接客料が時給1000円前後では無理。その金額で会社や客の要求だけは無限大だし、なんとかやってた自営の段階も跡取りがいなければたばた店や会社を閉める頃、近所にあった店もみんな閉まってるね。昭和の頃に創立されたような民家の間にあるなんとか電気店とか質屋とか、みんな普通に家になってる。とりあえず運送費の上昇は全ての物価を押し上げるから、ガソリン減税だけはやった方がいいよ。というかやらなきゃ日本経済は底割れする。平日の昼間から無職が失業率について語るってのも面白い。ザ・在宅勤務だし小声。世の中は人手不足ってことになってるのに、就職できないやつって仕事の襟好みしてんのか。きつい仕事を安くこき使える人材が不足してるだけだからな。人手不足ってホテル旅館や飲食、バスタクシーだろ。しかも発給で。発展の余地、発展してどんどん栄えていくのが成長。低賃金は悪という風潮で、人材が流出して倒産する会社も増えているんだろうな。ただ、なかなか賃金が合う求人もないからミスマッチになっている可能性もある。求人倍率減ってるのに失業率は上がる。中小零細はほんと景気悪いし人材不足がやばいわ。肉体労働の求人は2倍以上ある。事務作業の求人は 0.5 倍以下。産経の人手不足は、男らしい男が減ってるってだけで、給料とは関係ないぞ。飲むか打つという昭和の底辺常識が続いてるような職場は人が来ない。人手不足不足と騒いでるのに不思議なもんだくさ。人手不足だと思うでしょ？求人倍率は減ってるんだな、これが。消費支出2023、3月 1.9%、4月 4.4%、5月 4.0%、6月 4.2%。普通に大不況よ。だってアメリカは物価上がっても消費増えてるもの。我が国はでは常に不景気ですので。物価上がってこれはひどいよな。買い控えがかなりあるって証拠。景気が言い訳ないからな。空き店舗も多いし、これからさらに倒産増えるとか言われてるし。誰も消費しないのに経費だけは増加していくだもの。内需企業は規模縮小して人を雇わない方向に向かうと思うよ。向かうじゃなく何年も前からそうなってるの。だから人手不足ではないと分かってた。需要が上がらない限りどうしようないんだよね。そもそもが少子高齢化による人口減少で年々消費が落ち込んでるからどうしようもない。この程度の物価高で今も緩和的環境は継続中なのに雇用と景気にひびが入るって軟弱すぎんか。人手は足りないけどジジババはいらない。結果溢れるって感じ。中小ブラック企業は人手不足よ。人手不足だけど人は雇わないよ。最低賃金上がりすぎて固定費がかかりすぎるから、結局会社に残ってる人間に対してよりブラックになるだけ。そして大事故を起こして、ある日突然会社が終わる。あるいは切れた従業員が事件を起こして、会社が終わる。そうなっていくんだろうな。倒産廃業ラッシュもそろそろ本格化。シャレにならんわ日本。ふざけた求人が多いからな。短期仕事なら普通、高級なのに。なんか普通の日当になってる。昭和なら日当1万5000円もらえたのに、日当8000円とかざらにある。短期で低賃金で人が欲しいっていう、わがままぶり。こういう企業は潰せろ。昭和の頃の引っ越しのバイトって、そのぐらいもらえたもんな。好景気らしいからこれで無職な奴は完全に自己責任だな。事務職がいいとか、襟好みしてるだけだろ。求人はいくらでもある。日本には生活保護もあるし刑務所もあるしな。あとは自己責任なのは間違いない。最低賃金上げる、中小倒産、失業率上昇。最低賃金が上がっても消費がその分伸びれば良いんだが、物価上昇に追いつかずその消費が伸びないから倒産。要は円安が原因だな。今までの30年間賃金デフレがひどすぎて消費できないからな。蓄えがないし社会不信になってるからみんな。その代わりに低い失業率が維持できてた。まあ、ブラックゾンビ企業ばかりでそれを政府が容認してたから経済成長はないがしろになってたが、他の先進国と無逆のやり方。最低時給2500円にして3年我慢できれば好景気になるよ。スーパー行くたびに一言たかってつぶやいちゃうもんな。ようやく生活保護の方が得だと気づき始めたか。俺に高待遇の楽な仕事くれよ岸田文雄。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。